はい、というわけで今回はこちらですね、レギュラーコーヒーを飲んでみたいと思います。これもやはりトミカにはね、意外とコーヒーのトミカってあるかなと思うんだけど、なかなか少ないんですね。昔あの UCC のトミカがあって、それ他にもう一つあるんですけども、それぐらいですかね。あんまりトミカであのコーヒーのトミカってたくさんあるのかなと思いきやね、たくさんない。意外と数が少ないんですね。で、まあ今回はというわけで、まあね、トミカ以外のミニカーも持ってますので、まあそれでこうサムネイルかなんかに撮ってみたんでございますけど、先ほどのね、まあこのパン屋で紹介したような、アンパンと一緒にこういうコーヒーもいかがですかみたいなね。あの、コーヒーのね、アンパン食べたきだからね、コーヒーのアンパン食べたからコーヒー飲むんかいっていうね。立て続けにコーヒー飲むのかっていうね、まあツッコミがあると思うんですけど、まあね、そこはご了承ください。というわけでね、飲んでみたいと思います。レギュラーです。これはね、123カリアっていう会社がね、作ったものです。でもね、飲んでみたいと思います。うん。このサンガリアのレギュラーコーヒーってのが、これがなかなかいいんですね。あの、私はレギュラーじゃなくて、私は廃屋ですみたいな。は？みたいなね。私はあのレギュラーじゃなくて廃屋なんですね。まあ、それは別にいいとしてですね。まあ、あの、レギュラーはね、結構ね、あの、しっとりと、まあ、甘やかさがあって、これ結構美味しいんですよ、これサンガリア。で、サンガリア独自の、まあ、絞りたてですかね。焼きたて。こしたて、製法、レギュラーコーヒー 100% で作られた美味しいコーヒーですって言うんですけど、本当美味しいですよ。で、お値段も市場リリースでもないお値段でね、100円もいかないんですね、これ。わずか50円ぐらい、50円もいかないか、確か48円ぐらい、48円ぐらいかな。まあ、そのぐらいで値段で買いましてね。まあ、100円のコーヒー飲むのと、まあ、こちらと2つコーヒーが買えるというね、ちょっと値段としては非常にお手頃な価格なんですが、じゃあ味もそんなにお手頃な価格だから味かなり落ちてるんじゃねというふうに思うんですけど、全然その思った通りとは違ってですね、あの、私もコーヒーが好きでいろんなコーヒー飲んでるんですけど、まあ、ブラックからクリーム入りからね、砂糖入りからいろんなの飲んでますけど、まあ、全然あれですよね、本当に焼きたて、香りたて、こしたてってこの3文字がありますけど、本当その通りの味ですね。中にはね、まあ、缶コーヒーっていうとね、焼きたてとか香りたてっていうのがないっていうかね、まあ、そういうのが薄くなっちゃってるコーヒーとか結構あるんですけど、これは結構いけるコーヒーですよ。なかなかの味わいで、いい味だなというふうに思いますね。あの、コーヒーの中でも、あの、結構いいな。で、これ、こう、天然水かな？なんかそれが、こう入ってるかなって感じですね。サンガリアってこれ、あの、天然水とかもね、アルモリに出してるから、まあ、それにもこだわってるところもあるので、まあ、多分、どっか海外の、まあ、天然の水、あるいは日本の国産の山梨とか、まあそういったね、京都だとか、まあそういったあたりの水かなんかを使ってるのかもしれない。で、それで結構いい水を使ってるから、まあ全然、あの、そんなに思ったほどものすごく苦いっていうわけでもないし、あの、まろやかっていうかね、結構その水の染み通った味わいと非常にいいんですね。だからまあこれから夏場の時期なんかになってくると、これは非常にいいと思いますよ。喉越しがさっぱりするし、さーってこうね、あの、まあ水をまいたようにね、あの、澄み通ってね、シヤーっとするんですよ。で、それでこう、なんていうの、まろやかさとその水の、なんていうの、水の甘さっていうか同時に入ってきて、非常にいいコーヒーです。これのいいコーヒーが50円ぐらいで買えるっていうのは信じられないお値段ですね。もう税込みで50円近く買えるんですから。すごいですよ。だからまあ、あの、結構もう焼きたて、ね、
削りたて、こしたて、まあ、観光地の中としては、まあ、最高ランクとは言わないかもしれないですけど、まあ、なかなかのいい味わいの、まあ、結構上等な味わいのコーヒーかなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。